選ばれてたのに裏切られたって、大都城周辺にいる方々は直ちに避難してください。それでさっきのところ突如大都城付近に炎をまとった巨大な生物が現れ、辺り一帯が炎に包まれています。映ってるかな、盛り上がってるところ悪いんだけど。ルシス王国の皆さん、本日をもってこの国は終焉を迎えます。因果応報、偽物の王と偽物の国は滅ぶ運命にある。ここは何者だ。特定できておりません。無能な国王と国民たち、せいぜい足掻くといい。だが敵であることに変わりはない。留守を頼む。これ以上好きにはさせん。おお、さて始めよう。かっこいい。帝王大隊長の領収に通達、第一次警戒態勢発令。各隊は指示に従い、事態の収拾に当たれ。無線もらっておいてよかった。こりゃ便利だ。あれ怖い。壊れてる。あれこれ見たことある。王様だ。よっ、こいつに守らせてるのかい。めんどくさいな。邪魔するな。殺すまでだ。遅いね。ユニフォームマックスだ。どうした。なんかいっぱい出てきた。帽子ショップ、帽子ショップあるよ。なんか貯めたら買えるよね。帝国による攻撃は、各国の兵は上位の命令ともに確認できません。対象は帝国の手の者という可能性もある。急ぎ止めるのだ。完全第一。液体の王が現れ、こりゃいい。これならソウルスを呼び出せるかもしれない。順調に壊していってるよ。こちらの準備はできている。その調子で頼む。その前にやることがあるんだよね。ちょっと王様を殺してくるよ。何？作戦と違うぞ。まあいいじゃない、楽しく行こうよ。こちらは？そっちは予定通りでいい。しっかり軍を引きつけておいてよ。王様でも殺さなかったってこと？殺しに行く。あと ここで何をしている？ああ、あんたが王様か。警備隊のものではなさそうだな。目的は何だ？やっと会えた。武器召喚。お前一体？王家のものならよく知ってるんじゃない？はたぎ産むか。さあ、ルシスの血は今日で終わりだ。いた。え？いや、パパ。強い。王の名にかけて封印する。セラムの血を引く者。少しは楽しませてくれ。そうだよ。やばい。私が。どうした？負けるわけ。
危なかったわ。どうした？まだ終わりじゃないぜ。第一魔法衝撃。なぜそれを。歴代の王の魂が宿ってるんだって。ああ、出してくれよ、その第一魔法衝撃ってやつ。弟も違う。話したいんだよ、初代の王様とさ。出てこい、染めるぜ。早く来ないとこいつが死ぬぞ。あれ、死んじゃった？死ぬわけないよ、パパ。しまった。ちょっとやりすぎたか。あ、指輪。さあ、出てこい。あ。初代だ。剣が。アーデンの弟子が。アニメ。ソムネス。でけえんだけど。久しぶりだな。行くぞ。すべてはお前の仕業。俺を歴史から消し去り、アダギウムという化け物として。した。死骸に汚れた者を王にはできない。どこを見てる。再び闇へ帰ってくれ。ほらほらほら。最高だ。お前直接殺せるなんてな。大きな人形に入ってるなんて。卑怯者のお前らしい。さあ始めよう。ほらほらほら。終わらせてやる。どっちだ。俺に選ばれ、闇をはめ、使命を与えられた時。死骸はやはり消すべき存在であり、兄上は王になるべきではなかったと。全部ただの言い訳だ。罪を負え。ほら。力に勝つ。この国を全部灰にしてやろう。悲しい兄弟だよ。すげえ。弟がめっちゃ似合うか。悪いけど悪くないみたいな。悪い。行け。使命に従い、長きにわたり人を守ってきた。そうか。今ではお前たちの方が神の使徒か。許されるはずもないが、すまないことをした。はあ？どこまで独りよがりなんだお前は。ふざけるな。もう安らかに眠ってくれ。
誰の声？ハムレットじゃん。あ。本当だ。ハムレットだ。闇を拾う真の王に殺されたとしても、それで王家の血筋が耐えるのなら、そうね、復讐となるのなら従おう。なぜ答えない？うわ、答えろ、サメルス！答えてくれ！悲しいんだけど。
神も真の王も闇を拾い、真の王を導き、殺す。そして、全てを絶望という闇で塗りつぶしてやる。この剣ってさ、シスト剣だよね。そこからここに繋がるのね。だから助けてたんだ。そういうことだね。真の王になってもらわなきゃ困るんだよって言ってた。のさ、王家を途絶えさせるための生贄なの。なんで王家を途絶えさせたいの。それが運命なの。そう。
手助けしてたもんね、いろいろ知ってるからこそそういうことしてたってことね。最後悲しすぎない？いや、本当に悲しいよ。うわぁ、ちょっとあそこの選択肢変わるとどうなるんだろうね。なんかセリフ的に変わらなそうじゃん。だって抗うってやっても、うん、残念なお知らせです。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。はいはい。ああ。うわあ。知らん。え、野口西洋コーディネートアーデンが使えるって。わあ、なんだよそれ。うーわ、なんかさ、カンナギがさ、ちゃんとカンナギの血は途絶えてなかったじゃん、うん、もう殺されてたじゃん、この人、うん、子供も産んでたってこと？だってアーデンの恋人だったんでしょ。殺されちゃったよね。え、実は殺してなくてさ、その後さ、あの弟と子供作ったってこと？わかる。だってじゃないと途絶えるよね。兄弟がいたんじゃない？いたのかね。きつー。終わりました。ついに、ついに終わったけど、これで全部終わりました。はい。いや、なんか全部やったらすごく面白かった。そう、あとアニメとかも見てさ、うん、いろいろこうパズルを組み合わせていくみたいな。いや、俺初めてやった時もこれ全部入っててくれたらマジで神ゲーだった。確かになかったからね。そうだね、いろいろと。あのアーテンと最後戦うやつも確かなかったよ。そっかそっか。なんか急にね、ノクティス死ぬ。あ、そうなんだ。わけわからず終わる。このダウンロードコンテンツも含め全部やって完結すると。楽しかったよ。楽しかったです。楽しかったけど、ちょっとなんか煮え切らないというか、辛い。終わり。おしまい。